あなたの心にいるハート。はい、ということでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートです。今回はですね、画面を見ての通り、なんとアズールレーンクロスウェーブの実況プレイをやれることになりました。バチ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 。そして今回はイルハートチャレンジということで、こんな感じの条件で挑んでいきたいと思います。じゃじゃん。これをクリアしたら、なんとご褒美がもらえるという太っ腹企画でございます。そしてね、なんともらえるのがこちら。これはひどい。絶対ハードクリアできないと思われてるじゃん。いや、ま、確かにイルハートゲーム下手っぴだからね。ただ今回はね、なんと私イルハートかなり練習をしてきました。今までのイルハートとは違うんでね、もう見てろチクショー、ということでやっていきたいと思います。はい、それではですね、早速エクストリームバトル始めていきたいと思います。期待しましょう。あ、なんか緊張してきた。走ってきた。少しだけ待つといい。よし、行きましょう。行ってまいります。なんかあれですね、動きとか音とかもかっこよくて、そうですね。よし、行きましょう。よし、練習開始。そろそろ本気で行きます。そろそろ本気で行きます。あー、ちょっとなんか攻撃の激しさだぞ。逃がさない。行った。じゃーやーい。ほほほほ、正解ですね。あれですよ、さすがのイルハートもこういきなりね、ハードっていうのはちょっと難しかったかなーっていう感じなんですけど、いやでも今のでね、だいたい分かったんで、次こそ勝って公式に返り咲いて見せますから、ということで2戦目いきましょう。行ってまいります。勝利の栄光は。いや、こういうのはね、学んだんです。攻めれば勝ちなんですよ。よっ、あ、外見て。どっか行きましょう。せやー、変に投げて。あーれー、ほほほのほ、不正解ですね。え、いや、いやー、これはあれですね、あとちょっとイルハートはね、あとちょっと上ければいけた気がするんですけど、いや、でもね、ハードもね、こうやりがいあって楽しいんでね、いつかリベンジしたいと思います。いやー、正直ね、まあ、さすがはハードって思ったんですけどね。いや、でもハードでもね、結構頑張れたんでね、ノーマルはいけると思うんですよ。たぎってきたー。よし、ということでノーマルモードでやっていきたいと。ユッキカーズ様は無敵だぞ。いいですとも。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。本気でいきます。ほらほら、いや、戦い方はですね、さっきと同じようにね、ガンガン攻めていきたいと思うんですけどね。おお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 、そろそろ本気でいきますわ。いい感じ。ほらほら、いけ。これあ、これもう勝っちゃいますよ。勝てるよ。入っちゃいましょう。ほらほら、あー、おいしい。今の攻撃のためだけにアイテムを取りたい。ほらほら、あ、いいね、タイナモ、これいいね、せやなんかいい感じじゃないですか。ほら、あー、待てね。ほらほら、そろそろ攻撃でいきますわ。痛いの。あれです、イルハートのご褒美のためにかけたい。マジで負けました。反省会ですね。
いや、惜しかったと思う。いや、次ね、次。次やれば勝てますからね。よし、じゃ早速、次、行きましょう。奇跡に期待したぎってか。奇跡はイルハートが起こしてやりますよ。しましょう。よし、いざ尋常に勝負ですね。期待してくれてありがとな。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。痛いのを。これは攻めるが勝ちっていうのが今回のイルハートの戦法なんでね、やっていきたいと思います。いけ、そろそろ本気でいきますわ。おかしだ。いい感じに避けれてるんじゃないですか、これ。ちょっとよ。しゃー、見た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 。これは勝てる。いけ、反撃チャンスですね。もう少し頑張れるな。いけ、痛いの。そろそろ本気でいきますよ。いける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 。いけ、どうかしら。そこ、ああ痛いの。くれ、そこ。いけ、もう少し頑張れるな。そこ、どうかしら。ああ待って待って待って。いけ、そろそろ本気でいきますわ。いけ、あー、これ、いけ。いやでも結構いい感じだと思う。あ待って待って、背後背後背後。あ、どうかしら。どうかしら。じゃんじゃんいきますよ。これはいけます。強くなった強くなった。カリスさん、あー、いいじゃん。いける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 。これでやる。やつの部族の方法の反省会ですね。くそ。いやー惜しい。え、めっちゃ惜しかった。これはいや、なんか正直さ、こうノーマルクリアして肉もらってハッピーエンドが現実的だと思ってたんだけど、これめっちゃ悔しい。いやーごめんよ、しばかぜじゃん。たぎってきた。よし、最後はイージーですね。これでも待って、これどうしよう。大丈夫。いや迷わないでいくよ。ハート、しばかぜちゃんのためにも頑張っていきたい。任されました。やればいいんでしょ。勝利の女神はどちらに微笑むか。よし、お、行きましょう。どけよ。逃がさない。避ける。よっ、へい、これ。避ける。そろそろ本気で行きますわ。いや、こういうのね、結構攻撃をしてくるんですよ。入れちゃった。よしよしよし。どうかしら。どうかしら。痛いの。逃がない。いや、でもさ、ね、こう、だんだんね、だんだん上手くなってきてるんじゃないですか、イルハートも。お、いった。あ、痛い。そろそろ本気でいきましょう。あー、あー、よかった。あ、あ、やってる。は、逃がさない。どうこれ。さあ、行きましょう。もう少し頑張れるな。痛いの。これ、そろそろ本気でいきますわ。行った。逃がさない。これで。は、あ、逃がさない。どうかしら。ヘイを大阪にしないで。いや、どうかしら。ヘイ、どうかしら。ヘイ、魚雷だ。もう少し頑張れるな。どうかしら。じゃんじゃん行きますよ。よし、行きましょう。
魚雷攻撃ですぞ。もう当たった。痛いのは、うん、ほらほら、絶対に逃がさないからな。痛いのは逃がさない。それ後悔なさ。おおおおだい、ほらほら、えい、どうかしら。いやでもね、これイルハート4度目5度目5度目で正直なんでね、今度こそ勝っていきたいと思います。よいしょ。絶対に逃がさないからな。来たー。えい、守備をおろそかにしないで。いきまーす。やったー。後悔しろ今すぐ。そこでやー、痛いの。完璧だな。くれ、じゃんじゃん行きますよ。よし、勝つ。少し頑張れるか。どうかしら。これもう勝っちゃいますよ。もうダメ。やったー。やっほー。そろそろ本気で、この調子で行きましょう。へい、ナコバート。ここまで勝てたんだからもう行けますよ。よしよし、しましたわ。頑張ろう、島風ちゃん。おお、したことが。今のあとちょっと惜しかったですね。勝ちましたー。やったー。いやー、島風ちゃんにいろはと無事に勝利を捧げられましたー。よかったー。いやー、これあれだな、あのノーマルまでね、もうちょっと頑張れたかなと思うんですけど、いやでもね、何にしてもね、クリアできてすごい良かったです。嬉しい。やったー。これいつも収録現場にあるやつじゃないですか。いやいや、この飴はあのゆはともさっき食べましたけど。はい、というわけでね、最後にイルハートと一緒に頑張ってくれた島風ちゃんと記念写真を撮りたいと思います。いやー、このふさ耳がね、かわいいんですよ。あとさ、あとさ、このかわいい衣装にうさ耳に剣を持ってるこのギャップがね、たまらんですね。え、この衣装さ、本当にかわいくないですか。イルハートも着たい。あ、でもポーズとかも結構悩むな。あ、いや、これくらい。いやー、でもあれだな、せっかくだから全身写真を撮りたいのって、もうちょっと引いて、これくらい。うーん、あ、全部可愛いんだよな。どうしようかな。あー、いいですね。はあ、よし、よーし、じゃあこの辺で撮りましょう。いきますよ、島風ちゃん。せーの、ほい、チーズ。ありがとう島風ちゃん。いや、今度はね、この可愛い島風ちゃんのためにね、イルハートハードモードクリアできるようにね、いっぱい練習したいと思います。いやー、正直ね、まあイルハートこういう、なんていうの、本当にこういうアクション性のあるゲームがあんまりね、得意じゃないんですけど、ま、でもね、すっごい楽しかったし、あのイージーモードにすればね、こうイルハートでも勝てるしね、すごい楽しめるなと思いました。それにですよ、もう何よりもね、あのみんながめっちゃくちゃ可愛くてね、すごいなんか楽しかったです。満足です、私は。はい、はい、ということで、アズールレーンクロスウェーブ実況プレイです。